はい、どうも、爆弾性気圧でございます。よろしくお願いいたします。醤油差しを舐める方と舐めない方で爆弾性気圧です。どっちも舐めないよ。いや、舐めないから炎上してるらしいですね。してないよ、あれ岐阜の少年だから ね、あれなんかね、あれですよ、徴兵を免れるためにやってるらしいじゃないですか。それさっき健三が言ってたよ。え、恥ずかしい、恥ずかしいな、かぶっちゃった。自己紹介して早いそうだね、恥ずかしいんじゃないですか。藤崎と田川で爆弾石油なんでございます。お願いいたします。ありがとうございます。いやニュースとかね見てますけどもね、相変わらずこう物騒な世の中だなって思いますけどもね。なんか嫌な事件多いよね。本当皆さん気をつけてくださいよ。本当外に一歩でも出れば本当、田川くんみたいな人がうろちょろしてますからね。なんでよ。このしかもいいじゃん、別に俺がうろちょろしててもこいつはひどいやつなんですからね。どこがよ。もう窃盗からセクハラから脱税からすごいやってますから。とんでもないね。とんでもないんですよ。いやいや、そんなしてないから。やってますよ、あなたね。ネタのね、案を出しましょうっていう時にね、先輩のネタパクって自分のものから持ってきたりするじゃないですか。窃盗ですよ。たまたまね、たまたま被っちゃったこともあったかもしれないけど、楽屋で卑猥なことずっと喋ってるじゃないですか、ね、それはたまたまちょっと下ネタ言うこともあるじゃない、はい、もうやってるわけなんですよ、あなたはね。最後の脱税に関しては俺絶対してないからね、はい、いや、これは本当にひどいですよ、本当にね。今回のあの防衛増税、これ彼が払ってない分補うため上がりますからね。なんでよ。本当ひどいもんですよ。防衛費って1兆円必要なんだからね。そうなんですよ。だからもうあなたが税金を納めないから今大陸から飛んでくるミサイル撃ち落とせないですからね。いや、関係ないから。本当に悪いんです、あなたが。俺が払う税金なんて大した額じゃないんだから。認めないみたいなんでね、ちょっと認められないよ。説明させてもらいますけどもね、あの我々タバコを吸うんですよ、二人ともね。タバコ吸うね。はい、あの喫煙所行ったらね、彼絶対もらいタバコしてるんですよね、いつもね。絶対ではないけどたまにあるな、うん、あ、ごめんなさい、そうですね、3回に1回ぐらいもらいタバコするんですよ彼はね。リアルな数字言うんだね。本当にそれぐらいじゃないですか。まあまあそれぐらいかな。これタバコ税の脱税行為ですからね。なんでそうなんの。脱税、あなた払う、どこが脱税なの。払うべきもの払ってないんだから脱税行為じゃないんですから、あなたこれね。あ、なるほどね。あなたからもらってるから、うん、あなたが代わりに払ってることになるもんね。そうなんですよ。あなたがね、ちゃんと税金を納めていれば今頃少子化問題解決したと思うんですよ。だから関係ないって。もう子供手当とか拡充して今頃多分あの腸内細菌ぐらい子供いると思うんですけど、すごい増えるね。1000兆個あるんだよ、腸内細菌って。1000兆人子供が生まれたはずの可能性を奪ってるんですよ。おかしいから、俺がもらいタバコしたぐらいでそんな関係ないよ。まあもうこの際ね、反省しないで言わせてもらいますけどもね。何、あなたのやってることは個人会社チューリップの代表がやってることと同じ。いや、もうチュートリアル得意でいいじゃない。言うな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 。得意がやってた会社がチューリップって忘れてるから、みんな反省しない、反省しない。反省も何もやってないんだから。他にもあります、他にもありますからね。他にもあんの。我々ね、あのライブの後打ち上げとか行くことあるんですけどもね。打ち上げするね、行く時は大体ね、あの持ち込み OK なカラオケとか行くんですけどもね。あ、まあお金ないからね、そこで買い出しの時にね、私あのみんなが飲めるようにね、缶ビールとか缶チューハイこうカゴに入れていくわけなんですよ。はいはい、はい、でその時あなたがカゴに入れてきたお酒、あれ何だったか覚えてますか。大五郎4リットル。誰が飲むんだよ。おい、俺が飲むんだよ。みんな大五郎嫌い。わかんないじゃん。わかる、みんなで飲めるように大きいの買ったんだから。俺仕方なくみんな飲んでるの。あんま買わないの。それ買うときに言ってよ。誰も飲まないから 3.5 リットル余ったじゃないか、お前な。余ったね。あれ余ったやつどうしたんだよ、お前。持って帰ったよ。お前脱税行為だよ、お前これな。どこが脱税なの。みんなで割り勘で買ったものをあなた家持って帰って飲んでんだから。だ、ね、これ酒税の脱税行為ですよ、あなたやってること、ね、ならないでしょうよ、そうは。あとあなた、あの業務用のマーラーピーナッツも余ったやつを持って帰ったでしょ、あなた、ね、持って帰ったね。すごい余った。業務用だから1キロも余ってたもん。余ったんじゃなくて余るようなやつ選んで買ったんだよ、お前。いや、そうだけど。ピーナッツ税の脱税ですよ、皆さん聞いてくださいピーナッツ税って何。脱税してるんですよ。勝手に変な税金作んないでよ。ごめんなさい、ちょっと皆さんに分かるように証拠を見せますわ、ね、領収書、領収書で証拠がありますね。いいよ、そこまでしないで。取ってるんでね。あ、ないですね。あら、取ってると思うんですけどね。どこへ、どこ俺が持って帰ったからないよ。所得税も脱税してるわ。いや、やめてよ。そういう方やめてよ。いい、持って帰るのはまあ譲る、いいとしましょう。いいでしょ、別に。あれ、何、勘定科目は何で申請するの、あれを。まあ、会議費とか。そんな会議ねえよ。いや、あるよ。ないよ。お笑いの熱い話したじゃない。招き猫浅草橋で会議する人いませんよね。どこで会議したっていいだろう。会議じゃないですよ、あんなものは。なんですよね。なんでよ。会議中にね、うっせぇわ歌うやついる。いねえよな。俺が歌ってたよ。会議じゃねえだろ、お前。いや、いい会議じゃないよ、そんなもの。カラオケボックスな
なんだから歌ぐらい歌うでしょ。ひどいよ、ちょっと何ですか、会議中にうっせぇわ歌うってどんな新時代だよって言ってやりたいですよ。後でかぶせてくんだようっせぇな言ってやりたい。おめえがうっせぇわで、なんでもうあなたね、もう言わせてもらいますけどね、何あなたのやってることはね、満州出身の大東市と同じ行為なんですよ。いやもう坂東英二でいいから言うな、これに関してはみんな分かんないからね。言っちゃダメ、言っちゃダメよ。職務を経費で落として捕まった人だよ。なんバンドエイジ、お前もうマジカル脱税だな、マジカル脱税パワーだな。何マジカル脱税パワーだな、お前はな。マジカル頭脳パワーみたいに言うなよなんだそれは。マジカル脱税、脱税と言ったらターガーは、お前脱税してんの、お前一直線じゃないなんだそのクソゲーは。ちゃんと一直線通ってましたね。いやじゃあな、道が通ってました。反省して行動を改める。分かったから、えこれからは俺も改めるよ、はい、今までのなんかそういうねケチなところ。だからもう許して、もういいじゃない。もう一個だけ言いたいことあるんですけどもね。もういいじゃない。彼後輩にね渡したお年玉、交際費で落としてましたわ。それジャニーズだよ、いい加減にしろ。ありがとうございました。